こんにちは、京都で開業している久保田です。去年、12月に、クインテッセンス出版から、とことん iOS を出版させていただきました。で、今月号ですね、3月号のザ・クインテッセンスの方で、またちょっとで、とことん iOS の時に書ききれなかった、ことをちょっとこういうふうに細かく書かせていただきました。こちらの方ですね、今回まあ僕のこだわりはですね、この、スキャンパスを手を入れて撮ってたんですけども、今回は 3D データを使って、分かりやすく打撃の分解写真のようなこういうのを作ったんで、角度とか向きがすごくよくわかると思うんで、とことん iOS と合わせて読んでいただけると、航空内スキャナーが、うまく使えていいデータが取れると思うんで、ぜひとも読んでください。